な。マジでこれ着て働くのか。わはーい、かわいい。黙って来なさい。いやー、お前も着ろよ。女子のバイトが入った時のために用意しといてよかった。お前の仕業か。てかこれラーメン屋って感じじゃなくねえか。ならうちはもうラーメン屋じゃなくていいな。おい店長。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらのカウンター席でもよろしいでしょうか。あ、はい。ありがとうございました。またどうぞ。こうやって並んで接客してるとまるでみすずちゃんがお嫁に来てくれたみたいだな。ごめんなさい、よく聞こえなかったからもう一回言ってもらえる？だからみすずちゃんがお嫁に来てくれたみたいだなって。もう一回。みすずちゃんがお嫁。まだ言える？すみませんでした。あ、いらっしゃい。どうも。いらっしゃいませ。お席にご案内いたします。お前軍道だよな。幼なじみの顔をお忘れになるなんて失礼ですが、お客様は鶏か何かですか。どうぞ、お席はこちらです。ああ軍道だ。笑いたきゃ笑えよ。は？だっておかしいだろ、私がこんな格好。いや俺は全然悪くねえと思うけど。悪くねえってどういう意味だと思う？いいってことじゃないの。どう？ウェイトレス姿の友を見た感想は。驚いたけど、まあいいんじゃねえかな。いいんじゃねえかなってどういう意味だと思う？いいってことじゃないの。